ありました。保育士の夫婦デュオリズミカルガスの雑草男トトッパン、タカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。青色草親子で陸上、自己ベストがドーン全てだ。本日32発目、はい行きましょう。スピードを身につけようのナンバー66番です。マーカー走、タタ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 タ、はい、マーカー走、こんな僕学生時代したことない、昭和世代からこんなしたことない、やってみます、勉強して。はい、これマーカーね、100均で売ってます。これを地面に、まあ、10個20個ぐらい、まあ、10個ぐらい買って地面にこれを置くんですって。でこの間三足長、足、片足3個分、この足がね1,2,3 ね、3個分の幅を取りまして、置く、10個並べる、その上を、この間僕の川あるとこ、ここに足トントン置いてタン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 ってこう走っていくんですけども、これはピッチの練習です。だんだんこう最初ね、スタートダッシュ前傾姿勢で入ると、まあ、歩幅狭いですから、まあこれでね、パッパッパっていきますけど、だんだん体が起きてくると、ストライドも伸びてくると、この幅ではね、もう幅超えそうになりますけど、今日はストライドは伸ばさずにこの幅のまま走っていきます。でピッチをどんどん上げていきます。その時に、つま先からね、つま先力なんで、つま先から踏むんですけど、意識しすぎてつま先からパンっていくとブレーキにかかりますんで、絶対上からポンと地面を蹴る、設置する感じ、このこれとこれの間に空き缶が1個あって、その空き缶をつま先の裏でポンスポンクシャクシャってこうパン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 ってこう潰していくイメージですって。これを最後までやりきる、だんだんスピードも乗ってきます。ピッチがどんどん上がってきます。パン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 、それ上がってきても、この地面の設置の時は常にこう上からね、ちょっとキュッていかんと、上からパン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 とできるようになれば、回転力、ピッチがプワーッと上がりますから。いやー、これはちょっと僕の苦手な分野ね、短距離跳躍やってたんですけども、回転力も苦手やね、回転力も苦手やった、ピッチ遅かったのでこういう練習 しとかなダメですね。さあやろう、今から実践編柑橘系としますけども、この普通にこれを置いてやるダッシュのマーカー走と同じ三足長で置いて、サイドステップで、行くやつも乗ってましたんで、ちょっとこんなんもう全く想像もつかないんで、ちょっとやってみます。マーカー走2種類やってみよう。ドン、マーカー走行ってみたいと思います。私高校時代ね、陸上部でしたけども、マーカー走初体験でございます。はい、これマーカー走の目的はですね、ピッチのアップです。陸上ストライドかけるピッチが、速いタイムにねつながります。その重要要素、ピッチ、回転力のトレーニングでございます。まずこのマーカーをですね、まあ、100均で売っております。これ買ってきてですね、これを並べていきます。ずらーっと並びました。あれの間はですね、だいたい三足長、これね、これ置いて1,2,3ね、三足長で、セットをしております。それでですね、そこをねダラダラダッとこう走っていくんですけども、通常のストライドより狭い設定でマーカーを置いてますので、必然的にピッチが速くなります。その時にポイントは膝とかね、こうなこうやってグーッとやってやって、ピッチを上げればいいっていうわけじゃなくて、この親子で陸上最初からずっとやっております。焼き鳥の姿勢をキープしたまま、この軸足がパンとこう伸びた状態で、しっかり、地面を反発して膝を上げて の状態をキープしながらピッチを上げていく。それでですね、つま先で、のつま先の裏でポン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 と踏んでいくんですけども、マーカーとマーカーの間に、
空き缶がね、一個あるようなイメージしていただいて、その空き缶を上からパンパンパンと踏んでいくイメージです。音で言うと、なんかポンピュンランっていうのがあるみたいなんですけど、この腕振りがピュン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 、腕振りの素早いハサミ運動を意識するときはピュン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 で、あの地面の接地のピッチを意識するときはポン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 で、このままポンね。はい、さあそれではやっていきましょうか。そうか、ピッチ上げるとき、そうやね、素早い腕振りも重要になってきます。さあそれでは換気扇の皆さん、あのタカちゃんいっぱいやりますんで、もう次ね、各自その場で練習していただいて、いきなり確認行きますから。いきなり確認です。いきなりステーキみたいなもんですね。あのレモンちゃんに関してはちょっとね、三足長が僕たちと違うんで、レモンちゃんはこの後あれをマーカーを、やり替えてやります。お、早速ヒューゴさんやってますね。おお、はい、それでは行きます。つま先から行くんですけど、こうじゃん、じゃあつま先からビュンって行くんじゃなくて、ちゃんと空き缶をパンって踏む感じね。はい、それではいきます。はい、はい、それではいきます。できてる。もう一回、もう一回やし、もう一回、もう一回。感じでどうでしょうか。なんかちょっと嘘。さあ皆さん練習できましたか。でもマーちゃんかな。え、レモンちゃん、タカちゃんいけてた。なんかちょっと遅かった。遅かったな。難しい。そう、タカちゃんピッチ苦手なんですよ。なのでこの練習すごくいい。さあそれではヒューガさんからお願いします。はい。いきなりや。うん。食べたい。おお、おお、いいですね。え、タカちゃん、俺もわからへんね。実際ちょっと後でまたビデオ確認しましょう。あ、もう少し、わかった、もう少し。アマちゃんどう思う？なんか膝をもっと上げた方がいいんちゃう？うん、視線まっすぐしてゆっくりゆっくりいきますか。いっぺん、お、あ、踏んでる、踏んでる、踏んでるけど、あ、変やってなってるけど、これ膝上げ、膝上げたらゆっくり行きましょう、ゆっくりね。はい、視線どこ？視線はまっすぐだと思いますね。まっすぐで、うん、で、そのマーカーとマーカーの間を踏む感じ、上から。はい、ちょっとレモンちゃんどいてあげてください。え、ちょっと直してって、どのぐらい。ありがとう。1,2,3,4,5。おお、よしよし、もう一回出てみよう。もとりあえずやった後、これやった後、アマナちゃんのを見て修正しましょう。はい、それではヒューガさん、あと2回往復。ああ、いいいいいいですよ。はい、ちゃんと腕がね、ちゃんとね、もう曲がちゃんとなんて、前までピョンってなってたんが、しっかり腕振りできてますよね。はい、はい、オッケー、はい、お見事でございました。はい、あ、そのマーカーちょっとだけね、直してあげてください。一番スタートのとこ。はい、それではアマナちゃん行ってみよう。よし、これちょっと見ましょうか。さあ、アマナちゃんどうですか。これ陸上部でマーカー走したことありますか。うん、ねえ、これはやっぱり短距離の練習では必須なんですかね。ちょっとタカちゃんやったことないですけども。はい、それではアマナちゃん行ってみよう。なんか曲がってない。うん、多少大丈夫。どうやってやるの。よし、はい、行ってみましょう。おお、いいですね、いいですね。おお、素晴らしい、早いですね。はい、それではもう一回行きましょう。はい、おー、オッケー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 。そうやな。はい、
はい、視線まっすぐで。はい。マジ下見る。いいですし、踏んでもいいですからね。オッケー、ありがとう。さあ、さあ、行きましたね。それでは、この後サイドステップもありますので、一旦それでは続いて、レモンちゃんの歩幅でレモンちゃん行ってみよう。ドン。それではレモンちゃん、マーカー走行ってみましょう。おー、すごい。おー、いいですね。はい、しっかり前見て、その調子で。おー、すごい、ピッチ素晴らしい。すごいな。ちょっともう、せっかくやから、あと1、2ってやってよ。おお、おお、はい、お見事でございました。はい、上手ですね。ピッチ早いですね。あとまあさあ、上手くなってきたら今度その上から、つま先をポンポンポンといく感じになってきたらね、もう完璧です。はい、お見事でございました。さあ続いてですね、この後サイドステップに入りますが、その三足右鳥レモンちゃんバージョンなんで、レモンちゃんからサイドステップ行ってみましょうか。もうそのまま行きます。行きましょう、行きましょう。ですね、今度はサイドステップで、これで横に行きます。これ横にもう一回いきますね、もう一回見ていきますよ、いきますよ。こう横にね、1、2、1、2、1、2、これは難しいですよ。逆やった。逆。そうはい、お、リズムあっち、リズムあってきた。そうしたらリズムあってきたで、そのリズムで今度姿勢を意識していきましょう。はい、まっすぐ前見て、腕振りと姿勢意識して、はい、行きましょう。踏んでもいいし、どんまいどんまい。もう一回、リズム戻ろう。姿勢は置いといて、リズム、トン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 、リズムバッチリ。今前だったし、前向いてたの。オッケー、バッチリ上手。今日はこのリズムだけでいいかな。今のできてた。お、そうそう、お、いけた。オッケー、オッケー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 。はい、さあ、続きまして、サイドステップ、ヒューガさんと大人バージョン、アマナちゃん大人バージョンいってみましょうか。どう、マーカーソーサイドステップの大人バージョンいきましょう。タカちゃんとヒューガさん、アマナちゃん行ってみたいと思います。これはですね、その普通のマーカー走とほとんど一緒なんですけど、三足鳥で、マーカーを置いて間に空き缶があるイメージでポン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 って踏んでいくんですけども、それをサイドステップでやるんですが、まあね、動きの感覚として 100m 走るときはまっすぐなんで、普通のマーカー走の筋肉と神経系でいいと思うんですけども、サイドのこの動き、また微妙に使う筋肉、使う神経系が変わってきますので、陸上コーナーを走ったりとか、走り幅跳び、ハードル、いろんな競技がありますし、でも 100m に関してもフォームの中で多分ね、その横からの違う感覚の神経系と筋肉に刺激を入れてピッチをアップする能力を上げていくことは、後々ね、役立ってくると思いますので、はい、いろんな角度から筋肉、神経系刺激させていきましょう。サイドステップ行ってみたいと思います。ヒューガさん、はい、軸足のこれが難しいんですよ。軸足を伸ばすのと、あとこのつま先で行くんですけど、つま先の地面の設置、はい、これをも意外と難しかった。難しいでしょこれ。ステップ、うん、ステップね、リズム能力、体の操作能力を強化して、さらにそれをできた人はより加速ピッチアップさせていきましょう。それでは、これも各自そこで やっていただいて、一発本番。はい、リズム的には1、2、1、2、1、2、1、2、1、2ですからね。お、いいですね、天野ちゃん、いいですね。
ほんで、ピッチを上げるときにはこの腕振り、素早い腕振りは腕振りは足の挟み運動と連動してますから、素早い腕振りが素早いピッチにつながります。はい、それではいきます。大丈夫？いけてた？え？もう一回やって。ちょっと待って。なんか前になってんの？やばかったな、タカちゃん。いけてないな。ちょっと、タカちゃんこれ、練習必要。それでは、ヒューガさん、行ってみましょう。むずい、これ。サイドステップむず。ずれてましたけど、これ難しいでしょ。どこ見んやろ。ちょっと斜めでもいいんちゃう。ちょっと斜めにすると、この若干マーカー意識できるかも。1212121212121212。おお、すごいすごいすごい、バッチリバッチリ。ほな、もう一回言っとく、もう一回。素晴らしいな。ほんで、その時はこの逆向きますか。逆斜め向いて。はい、それで。あ、それでいいか。はい、行きましょう。1、2、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 
この1個前バッチリでしたね、山名ちゃん、ね、はい、それでは最後山名ちゃんお願いします。右利きやから右の方が行きやすいのかな、うん、あるあるある、それありますねきっと。そしたらこの練習で左からの方も練習しておくと左右差がなくなりますもんね。あ、結構大事ですね。そうするとサイドステップ系も大事になってきますね。利き足がどうしても強くなってしまいますから。はい、それでは天田さんやってみましょう。リズム感バッチリ、さすがダンシング、ダンシングガールバッチリですね。さあ行きましょう。若干これね、タカちゃんの三足長なんで広すぎると思うからちょっとゆっくりでいいので、もう一回行きましょう。バッチリやで、バッチリ、ちょっと広いんと思う。1212121212121 OK でございます。そうだな、一回やってみて、やってみてやってみて。さらにこれの応用編でですね、マーカーをですね、おレモンちゃんいっております。おお、きときと、おおおお、上手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 。5個で並べて、サイドステップでタン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 で行った後、その後ダッシュで前に行くっていうね応用編もございますが、はい、皆さんね、それぞれの家族で、チームでね試してみてください。はい、そんなわけで今日はマーカー走でございました。また会いましょう。ディーッドン、 バイバイ。目を閉ぜんざい、二人はぜんざい。虹色動画とは雑草男タカちゃんが家族の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。